はい、皆さんこんにちは、ワンダリングレフィジです。今回はですね、提督の決断法パープキットショートゲームモードから棒の岬沖海戦をプレイしていきたいと思います。まあ、いわゆる戦艦ヤマトの特攻沖縄戦ですね。では中身見ていきましょう。1945年4月1日米軍が沖縄上陸を開始した。3月に硫黄島が陥落した時点で日本軍は米軍の本土侵攻を覚悟していた。ついに日本軍は菊水作戦を発動する。残存する戦艦ヤマト以下の水上部隊で占領された沖縄飛行場の壊滅と周辺の空母撃退を起としたのである。だが航空支援のない艦隊の運命はもはや誰の目にも明らかだった。4月3日、伊藤誠一中将指揮のもと、ヤマトは1000機の敵機が待ち受ける沖縄に向け山口県徳山湾を出港したという内容になっています。では早速戦況を聞いていきましょう。戦艦ヤマトの特攻作戦ですからね。まあなんとか飛行場にたどり着きたいですよね。まずは飛行場を破壊するのが目的で、ヤマトが沈没したら撃沈されたら敗北という条件になっていますね。さあ、では出撃させる艦隊まず見ていきましょう。第一艦隊、戦艦ヤマトが入っている第一艦隊に関しては絶対参加になっています。で、残りの2艦隊何を選ぶかなんですが、ちょっと戦力を確認していきましょう。まず第2艦隊は戦艦の長門、以下は慶順と駆逐艦。ちょっとどうなんだろうな、火力の面で不安がありますね。で、第3艦隊は軽空母龍鳳が入っていて、残りは10、14艦が主力になってますね。橋本慎太郎少将が座乗しています。第4艦隊は戦艦春菜、あと航空戦艦が2隻に正規空母が2隻で、第5艦隊が正規空母1隻に軽空母が2隻、となると、まずは橋本慎太郎少将が入っている第3艦隊は参加で、第4艦隊か第5艦隊かどっちがいいかってちょっと難しいけど、第5艦隊より第4艦隊の方が戦力的に充実しているので第4艦隊にしましょう。で、戦艦ヤマトは絶対に沈没させることができないので、ヤマトを一番沖縄から離しましょう。で、第3艦隊は申し訳ないけどおとりで、第4艦隊で沖縄本島の攻撃に入りましょう。もちろん日没です。史実ではね、第一艦隊が沖縄に特攻したのは昼間でしたけどね、ちょっとね、さすがに昼間に特攻をかける勇気はないので、ここはね、おとなしく行きましょう。で、あとは空母はちょっともう戦列から離しましょう。空母はちょっと足が遅いんで、空母をそのまま引き連れててもあまりいい意味はないので、空母は戦列から離脱、まあ最悪空母を撃沈されてもいいというところですね。まあ、もちろんたどり着ければ一番いいんですけどね。さあ、あとはいつ敵とどこで回敵するかだ。まあ、ヤマトのその攻撃力をもってして、できればアウトレンジ攻撃にしていきたいんですよね。ヤマトのその主砲の射程ギリギリから攻撃を加えていって、敵の主砲なり魚雷なりをの攻撃を受けることなく敵をね、撃沈していくっていうのが一番いいですよね。
まだ敵の艦隊が見つかってないけど、ちょっともうライトを点灯していきましょう。砲撃戦に持ち込まなきゃいけないんでね、何が何でも。敵の艦隊と遭遇しないな。いたか。もう夜間爆撃機が配備されてますね、アメリカ軍に関しては。沖縄に特攻だ。ヤマトが早くも大破だと。早いな。至近距離で撃ち合うことになるのはちょっと想定してなかったからな。よし、第三艦隊が結果的に沖縄に特攻を仕掛けることができたぞ。ヤマトもまだ機関は停止してないな。ヤマトはちょっと逃がしましょう一旦。ヤマトの火力をねちょっとうまく活かせなかったのが口惜しいですね。いやー、敵は夜間でも爆撃機が出てくるのか。これはちょっと想定外ですね。せめて雨が降ってくれたりすると違うのかな。味方は当然離発着できないですからね。
いや火力という面では駆逐艦の火力では厳しいものがあるな。航空戦艦はじめ戦艦ハルナ等が到着すれば多少は変わってくるかな。よし、そろそろ夜明けだ。となればこちらも航空戦力が使えるぞ。あとはヤマトがどんだけ持ちこたえてくれるかだな。さすがに攻撃力高いね。航空戦力の攻撃力は。あとはヤマトがポツンとしてるけど、ヤマトが逃げ切ってくれるかだな、どうかですね。ちょっと情け、特攻とは呼べないな、もはや。これに関して言うと。もはや特攻ではないですけどね、完全に。あとは空母に任せてもう一つの方に回っていきましょう。なんとか1個は撃破できたな。あとはヤマトが逃げ切れるかどうかだね。本当にヤマトはもう完全に沈められるのを待ってるだけになっちゃってますからね。うわー、戦艦が沈没したか。さあ、あとはコンクラベだぞ。よし、敵の飛行場を破壊した。一つはね、もう一つだ。なんとかなんとかしたい。ヤマトが沈没か。
いやー悔しいな。ちょっと勝利へのね道筋が見え始めてましたよね今。いやーヤマトこらえきれなかったか、敵の航空戦力の前に。まあ史実通りにはなっちゃいましたね。いやー惜しかった。ちょっとねあのショートゲームモードのこの棒の岬回戦は、ちょっとねまたリベンジします、どっかのタイミングで。とはいえ一度冒頭お話したようにキャンペーンモードの方をね今後メインでやっていきたいと思いますので、このヤマト特攻に関してはいつかリベンジしますので、ちょっとね攻略の方法とかあるいはこうやってみたらとかね、何かいいアイディアある方いらっしゃればアドバイスとかいただければ嬉しいなと思います。というわけで、ちょっとね惜しかったんですけどね、もう画面の左上の方まで味方の爆撃機も来てるしね、ちょっと残念ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。